皆さんこんにちは、アテヤです。今日も動画見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでですね、最近暑いですね。はい、まあ園芸シーズンね、真っ盛りっていう感じで、今ね、皆さんも園芸楽しんでると思うんですけども、タイトルにもねある通りなんですが、最近ね、我が家の、小株だったり実生だったりがすごく調子いいので、映像としてね記録じゃないんですけども、それをねちょっと一個ずつ見てってほしいなっていう動画となります。まあもちろんね、あの調子のいい株もあれば、調子のねあんまり上がってない株もあるにはあるんですけども、まあ調子のね悪い株見せたところでね別に何の面白みもないので、今日はねちょっといいものを中心に、ご紹介していきたいなと思います。この動画を撮るにあたってね、いくつかねピックアップしてみたんですけど、それでもねかなり数がありまして、頑張ってね削減はしたんですが、本当はねこの辺のねモンストローサとかもねめっちゃ調子いいのでご紹介したいんですけど、かなりね数があって一個一個ねあのまたパッパッパッとしたねご紹介になっちゃうんですけども、ちょっとなるべくね多く見てほしいなっていうところもあるので、一個一個のご紹介は、少ないかもしれないんですけども、ぜひともね最後まで見ていってほしいなと思います。はい、まあもしよかったらね、コメントとかで、まあ、この株いいですねみたいな話、いただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひとも最後まで見ていってください。それではね早速いってみましょう。はい、というわけでね、早速なんですけども、アガベの方からね、ご紹介してこようかなと思います。でね、今回ご紹介するのは、もともとね小株で買ったものが大きくなったものであったりとか、僕がね撒いた未生のものをちょっとチョイスとしてねお見せしていこうと思うんですけど、まあまずはね僕が撒いた未生からです。こちらね、両方とも、一番最初に僕が撒いたアガベのチタンだったらブルーになってますね。地で言うとね、これはですね結構前から、お見せしているブルーで、まあ、まさにねブルーみたいな見た目ではあるものの、まあ、このね葉っぱのムチムチ加減とかこの巨子のね感じとかがね昔からすごく優秀で、最近ねなんかますますかっこよくなってきたなっていう感じの、アガベになってますね。めちゃめちゃかっこいい。でこっちはね、ブルーっぽくないんですけど、このブルーらしいんですよねこれね。まあ多分違うんですけど、ちゃんとねトリコムとかついてるのでブルーっぽいね特徴もあるんですけど、ジャガーノートっぽい感じもあるっていうね、この感じが最近、いいかなと思ってます。はい、次もね僕の未生なんですけど、まあこれじゃねエボリスピナになってますね。ゆっくりね楽しめるようにねこんな感じでタッカバチに入れたりしてるんですけども、このね巨子の部分がカゲロウっぽくなっていて、めちゃめちゃかっこよく仕上がってきてるんじゃないかなと思います。はい、続けてこちらですね、アガベのチタノタの姫源流になってますね。株がね、3頭見えると思うんですけども、まあ、これもねめちゃめちゃ最近またかっこよくなってきたなと思ってます。もともとね、こちら普通のねアガベの姫源流だったものをちょっと胴切りしてね、3個だけ残して今育成してるんですけども、まあこれねあの一個一個の株がちょっとずつ大きくなってってだいぶ見頃になってきました。下のね鉢がどうしてもでかくなっちゃうので、なんかねちょっと不格好になっちゃうので、写真で撮る時とかにねちょっとねかっこよさを伝えづらいっていうねちょっと弱点もあったりしますが、これねなかなかかっこよくないでしょうか。続けてね、はい、アガベのシジゲラですね。はい、こちらね前ちょっとインスタでもねアップロードさせてもらって見覚えのある方いるかもしれませんが、最近ね、すごいこのシジゲラが育ってきてかっこよくなってきたので、このね白の、矢鉢の方に植えて随分かっこよくなっちゃいましたって感じでございます。はい、まあシジゲラはね、アガベのねチタノツカオテロイとかとは違った系統で、まあ、こういったね感じでこうチリチリとしたところがフィラメントって言うんですけど、
まあ、それがねこうチリチリとかっこよくなったりして、このトップの部分なんかはねオレンジっぽい色になってて、なんか最近すごいかっこよくて気に入っているアガベになってます。はい、こちらねずいぶん前のボタニカルボタニカルで長谷川ナーセリーさんからお迎えしたんですけど、まあ、激安だったものがこんなかっこよくなって、本当得しちゃったなって感じですね。はい、続けてね、このチタノタですけども、こちらね白ゲーですね。はい、この白ゲーもね良くなってきたんですよね。この色味とかめっちゃ良くないですか。この辺のねウォーターマークっていうんですかね、その辺とかがめちゃめちゃいい感じになっている白ゲーになってます。すごいね幅広な葉っぱで、丸みもあるようなアガベになっていて、めちゃめちゃかっこよくて気に入ってます。ちなみにね鉢はねカルペディエムさんっていうね、販売者さんが作っているプレステラの、ペイントプレステラになっております。これもねなかなか育成も良くて見た目もなんか華やかになるし結構気に入ってますね。バンバン行きましょう。こちらねアガベ、ネームド系のアガベ僕あんま持ってないんですけど、こちらね、海洋になってますね。この海洋もめちゃめちゃかっこよくなったんじゃないでしょうか。はい、まあまさにね、こんな感じに海洋になってくれるよねって感じになった株ではありますけども、白のゲジゲジの強めのね挙手がかっこいいなって感じですね。まあ賛否両論あるかもしれませんが、メリクロン株になってるんですけども、まあ、こんなにねたくましく育ってくれちゃいました。この辺の挙手とかやばいですよね、なんかねもう悪魔みたい。はい、続けてねこちらですね、こちらアガベのオテーロになってますね。はい、こちらねボタンの夏休みっていうイベントで、バスタゴファームさんからね、購入させていただいた、斑入りのねアガベになってます。はい、この辺とかにねちょっと覆輪っぽく入ってる感じになっていて、このねあのさりげなさみたいなところが気に入っています。でそれに加えですね、最近ねなんかこうちょっと出てきてるこの挙手がですねなんかやたらいかつくて、この子将来どうなってくれるんだろうなって楽しみな株になってます。最近展開してるねこの葉っぱも結構丹波で、ムチッとしてて、なんかこれだいぶいいものを買ってしまったんじゃないかなと今思っております。はい、次はねちょっとアガベじゃないんですけども、最近気に入ってるねこいつをちょっとご紹介させてください。アオルチアのロックウッディになってますね。めちゃめちゃかっこよくないでしょうか。こちらこれ見た感じね、あのアガベのねオアハカオテロイみたいじゃないですか。これこの感じもあって SSD さんの鉢がね合うんじゃないかなと思って、ぶっちゃけ昨日の夜ね仕立ててみたらまあかっこよくなっちゃって、これめちゃめちゃ気に入ってます。でねこの株の出元はねあの何度もご紹介してるんですけど、まあ、ライフスタイル系 YouTuber ってですかね、金丸さんから、ちょっとお譲りいただいたロックウッディになっていて、まあねもう最近めちゃめちゃ調子よくてすごく気に入っている株、見ていて楽しい株の1個だったりします。はい、続けてね、僕の灌木未生たちのご紹介なんですけども、最近ねこいつらがまあ楽しいんですよ。どれもこれもね結構魅力的になったんでご紹介するやつを迷ってるんですけど、はい、1個ねちょっとピックアップしてみましたけども、こちらねコミフォラのワイティですね。こちらまだ未生4ヶ月ぐらいなんですけども、こんなにわさわさで、楽しい感じになってます。まあね灌木の未生はね本当やっててめちゃめちゃ楽しいです。こういう風に分岐してくれるってあんま知らなかったんですけど、会計部分もね、こんな感じでねちょっと太ってきてくれてるんですけども、まあ、ここを太らすためにねここバツンとね強剪定しちゃったんですよね。でそしたらもうこんな感じでね、2本3本とね分岐してくれて、最近成長が一番著しい株になってます。こんな感じのがねさっきみたいにたくさんあるんですけど、実は、ね、こんな感じでねちょっとだいぶね、横に伸びてますけど、これはねコミフォラのオルビクラリスっていうね、コミフォラになってますね。これもね一応ね、ここでバツンって切ったおかげか、この辺からねピョコピョコピョコとね結構分岐が進んでくれております。まあ、ただねなんかオルビクラリス他のやつもそうなんですけど、なんか一回こう行って上にビョーンと曲がっていくみたいなね、なんでしょうこうちょっと盆栽チックなね今のところ見た目になっていて、ちょっとこの後どうしようかなっていう風に、迷ってるね、株だったりもします。パキコロムスディスカラーゾウの木ですね。もうねこいつだけねお化けみたいにね大きくなってくディスカラーになってます。こいつもねちょっとね最近まではあのハゲ散らかしてたんですけども、またね葉っぱ芽吹いてきてくれて、調子が上がってきていて、かつですねなんかめちゃめちゃでかくなってきていて、ここねばっくり割れてんですよね。はい、こことかすごいめくって
っちゃ痛くなるんですけど、日焼けしてるみたいな感じで、すごい取れそう取れそうまあね、実際の現地でもね、こんな感じでね、日光に当たることによってこうやってね表皮がめくれて、どんどんね株自体を大きくしていくみたいな、習性を持つね、株なんですけども、まあ、こいつはねやたら本当にでかくて、他のねディスカラーもあるんですけど、まあ、そのディスカラーって本当こんなもんなんですけど、まあ、こいつだけねやたら大きくなってくれて、まあ、なぜかねこの夏にめちゃめちゃ元気になるっていうね、ゾウの木になってます。僕結構巻いてるんですけども、100は行ってないけどそれ近く巻いて、こいつだけがすごくねいい感じに育ってきている株になってますね。はい、続けてこちらですね、フォークエリアのフォルモサですね。はい、今年ね僕がイベントとか出させていただく際にね、基本的に持って行っていたので、ひょっとしたらね持ってる方もいらっしゃるのかななんて思いながら、ご紹介してるんですけども、まあね、なかなかうちのこのフォルモサさんもだいぶ元気になってます。温度と、まあ、30度以上とかね、そんぐらいのところに、結構日をねガンガン当ててあげて、まあ、息とかね、僕はハイポネックスとかあげてるんですけど、まあ、それをねジャブジャブあげて、でかつですね、ちょっと調子上がってきたなと思ったら、この上のね成長という部分をバツッと切ってあげる、その3点をやってあげるるとかなりですね、いい感じになってくれると思いますので、ぜひ挑戦してみてほしいなと思います。今何個分岐してんだろう、まあ、7個ぐらい、分岐してくれていて、今すごいわさわさで、元気な、フォルモサ君になってます。はい、かわいいこれはい、続けてねこちらですね、パキポディウムのですねイノピナツム軍団になっております。これ全部、まあ、ここに上がっているけど、ほぼこちら、イノピナツム君たちがいます。もちろんね中にはね葉っぱ落としちゃってる子もいるんですけど、はい、この子なんかはねすごいバッサバサにね、葉っぱ生やしてくれて、なんかね、某ゲームの主人公みたいなね感じの見た目になってます。はい、もうね液肥とかバンバン上げてます。その関係もあってね結構土が汚いのはねごめんなさいなんですけども、まあ、結構ねこの開根部分もね、こうプクッと広がってきてくれていて、かなりねいい感じに成長してきてるんじゃないかなと思います。こいつはね調子がいいというかはねなんか変な株っぽいんですけど、こいつねやたら葉っぱがね、白いっていうか黄色いんですよね。これってあれなんですかね、斑入りみたいな扱いになっていいんですかね。他のやつと比較するとね、こっちがねよくある、まあよくあるっていうかこれ以外の株はだいたいねこんな感じの色味をしているん、ですけど、こいつだけがねなんかわかんないけどスーパーサイヤ人みたいにね髪の毛が金色になってですね、あ髪の毛じゃない葉っぱだ、はいなんかあれですよね、ほんとスーパーサイヤ人みたいですよね。はい、次がねこちらですね、エビス大国になります。はい、こちらねリトマン三印のね、エビス大国になるんですけども、ちょっとね落ちちゃった花芽がね今ちょっとビローンとだらしないんですけど、こいつもねめちゃめちゃ調子よくって、最近ねこのプレステラの、まあ、ちょっと深鉢にね植え替えてみたら、まあねこんな感じで上から見たらお餅みたいなね、感じのエビス大国になっております。めっちゃ可愛いんですよこれ。まあ、他にもねこんな感じでね、うち恵比寿大国まだあるんですけど、すごいねこんな感じで旺盛に育ってくれています。はい、もともとね結構種のね数があったので、ちょっとね一部の株はね愛知植栽とかでねリリースさせていただいたんですけど、まあ、皆さんのね株もこんな感じで結構元気に育ってるんじゃないかなと思います。楽しいですね恵比寿大国、まんまるまんまる。はい、丸いといえばというところで、続けてこちらですね、パキポディウムのこちらレウコキサンツムですね、エビス笑いになりますね。はい、こちらねいつかの時にもねお見せしたと思うんですけど、なんかねもう日に日にでかくなってくんですよねこいつ。しかもこの子に関してはレウコキサンツムエビス笑いなんで、なんかねもうちょっとこう低重心にねベチャーみたいな感じになってくかなと思うんですけど、こんな感じでねまん丸なんですよね。ほんとね今ねちょっと映像で伝わんないかもしれないですけど、もうピンポン玉ぐらいの大きさになっていて、めちゃめちゃ可愛いですこれ。多分今年はね、花咲いてくれなかったので、まあね、来年ぐらいになったらねもっとでかくなってるかもしれないんですけど、まあね花が咲いてる姿とかも見てみたいななんて思ってます。はい、続けてこちらですね、こちらパキポディウムのバロニーになってますね。はい、これね実生結構長いんですよね、多分 2,3 年ぐらい経ってるね、バロニーなんですけど、
このね表皮の感じとかね、もうなんかちょっとね育ちまくってて若干気持ち悪いなぐらいのね領域まで達してるバロニーです。これはね本当に一番最初のボタンの位置とかねそういうタイミングでも売っていたものなので、ひょっとしたらね、持っている方もいるのかななんて思ったりもしてますけど、いやこのバロニーもねやってて楽しいですね。はい、まあ正直ね見た目はね結構グロテスクですけどかなりね可愛らしい感じになってます。はい、もうねだいぶ根鉢なんでしょうねこれね。そろそろ植え替えてあげよう。はい、続けてこちらですね。はい、なんだかわかりますか？わかんないですよね。はい、こちらねこの辺でわかるかな、アデニアグラウカですね。順調にねデブエットが進んでおります。はい、でねもうねこんな感じでねもう今バッサバサにね葉っぱを出してくれていて、でねここね結構ね強剪定も何回かやってるんですけど、まあねもうそれでもねもうどん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 ねこう葉っぱを出してきてくれていて、これもう1回2回ね、強剪定してやって、もっとねこの開根部分をね太らしてやろうかななんて思ってます。このねなんか見た目が面白いかなと思って、こちら最後ご紹介です。はいはい、というわけでね、今日ご紹介した、小株だったり、未消株たちをちょっとね一部ざっと並べてみたんですけども、いかがだったでしょうか？楽しんでいただけましたでしょうか？まあ、本当にね単純にね種から育てたものだったりとか、まあ、途中でね、こんな感じで胴切りして残してねちょっと工夫して育てたものだったりとか、あとまあ未消していく中でもねちょっとね工夫して、株がね元気になってくれるような感じで作り込んだね株とかも一部あったかと思うんですけども、なんか一つでもねおこの植物、種まいてみようかなとか、ちょっとこんな感じで育成してみようかなみたいなところの、まあ、一個のねきっかけになったらいいかなっていうところで、今日ねこんな動画撮ってみました。まあ、もしよかったらですね、まあ、これ以外にもいくつかねご紹介したと思うんですけども、この株ねとっても印象的でしたなどなどね、ちょっとコメントいただけたらとってもとっても、モチベーションが上がります。個人的にはねやっぱこれかな、このハウルチアのロックウッディがねまあかっちょよくなったなと思ってます。いやこれめちゃめちゃお気に入り。いやかっこいいな。鉢もいいよね。鉢もでね、まあねほんとねこの春から夏にかけて、もうアホみたいに種まきすぎて、今年のね冬ですねちょっとやばいですね、取り込みとかこれできんのかなっていうのがちょ今から不安になっております。はい、まあそんな中ですね8月9月とねまだまだ楽しそうなねイベントがたくさんあるので、まあ、それにねどれだけ出ないで我慢するかっていうところがですねどうかかっている次第かなと思います。どうしよう、難しいな。はい、で最後なんですけども、僕ねあのインスタグラムとかで、ストーリーにはなっちゃうんですけども、まあね毎朝あのこの株調子いいな、この株結構元気を誘うだなってやつをパシャッと撮って、まあ、グッドモーニングみたいな感じでストーリー上げさせていただいております。まあ、そんな中でもですね、今日出た株結構あったと思うんですけども、まあぜひですね、インスタグラムの方とかも合わせてねフォローいただいて、まあ、この辺のね株たちの成長をねストーリー系で見守っていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけでね、こんな感じでこのチャンネルベストレジャーでは僕の最高の暇の時間を捻出したり過ごしたりするための僕が大好きなですねこう植物であったりとか時々ねガジェットとかもねご紹介しているチャンネルです。この動画もしですね少しも面白かったよとか参考になったよって方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ベストレジャーのあてでした。バイバーイ。